キューバソレノドンは、新武猛彫目ソレノドンかソレノドン族に分類される、哺乳類。キューバの切手や記念コインになるなど同国を象徴する、希少動物で現地では、アルミキと呼ばれている、キューバ東部固有種、アレハンドロデ・フンボルト国立公園などに生息、種小名キューバネスは、キューバのノイで、和名や英名と同義。なお、 それのドンカには、キューバに生息している本種と、東隣のイスパニョーラ島にいるハイチソレノドンの2種しか、現存しない。体長25から31センチメートル。尾長17から25センチメートル。体重0.7から1キログラム。頭部や、覆面の毛衣は、高褐色。背面の毛衣は、肺褐色や暗褐色。前肢の爪は、指よりも長い。 熱帯雨林に生息し、哺乳類としては珍しく、大気に毒を持つ。主に地表性だが、木に登ることもできる。夜行性。食性は、動物食で、昆虫などを食べる。繁殖形態は耐性。1回に1から3頭の幼獣を生む。幼獣は、生後数ヶ月は、母親と生活する。開発による、生息地の破壊。人為的に移入されたの犬。 の猫やマングースなどによる捕食などにより生息数は激減している。1890年代から1960年代まで確認例がなかったため絶滅したと考えられていたが、1970年代にキューバ東部で再発見された。2012年からキューバと日本の合同研究チームが同年3月から4月にかけての調査でキューバ東部において、 生体個体7匹の捕獲に成功した。今回の捕獲で毒のある唾液のサンプル採取にも初めて成功している。キューバでは外国人による調査活動が許可されにくく、詳しい生体が長年不明だったが、宮城教育大学に研究員として採用されたキューバ環境省の現職員が橋渡し役となり合同研究が実現した。ありがとうございます。